MLB パドレスさん、またしてもとんでもない契約をする。パドレスはマニー・マチャド、ナイアスト、11年3億5000万ドル、約477億7000万円で契約延長することで合意。ダルビッシュを超えました。今年からの6年に162億を上書きする模様。40歳のシーズンまで 30M 戦しか、ようやっとる、ダルと心中や。やっぱオプトアウト大事すぎるな。破棄しないのと比べてどんだけ増えたのよ。そうなると外は出ていくのかね。パドレスは下品なお金の使い方をするな。これが正解だとは思わん。トラウトって本当お買い得なんやったんだと他の契約を見て感じる。ドジャースが緩めてくれてるの今年だけだろう。ラストチャンス。結局パドレスなんかーい。いやおかしいやろ。MLB はまだまだインフレする見込みなんか。そらそうやろ。MLB がってかアメリカ全体で給料は上がってるんやから野球も上がるよ。延長期って相場によって変わるし、ドルの方が分かりやすくね。5月、ダルビッシュ、マチャドで契約最終年、みんな40超えちゃうの？大丈夫なんか。メジャーの大型契約も NBA みたいに受け渡しできたらいいのにな。ゴミなったら終わりやん。ご視聴ありがとうございました。